NSJ ヘッドラインです。今週のマーケットの振り返り、そして来週の展望、有望銘柄のピックアップです。えー、まずは今週のマーケットの振り返りからです。えー、今週のマーケットはですね、はい、えー、チャートをご覧いただくとこのような形です。えー、まあ感染拡大が懸念される中、えー、上値の重い展開となりました、えー。チャートで見ていただくとここですけども。 えー、やはり、どうしても、こう、先週割り込んだ二百日移動平均線が重くですね。ここを下回っての推移となってしまいました。えー、ここですね、えー、上抜けないと、調整色も色濃くなってしまうというところが懸念されるところです。えー、ただですね、この二万七千五百円水準。ここではですね、底堅く推移しておりまして、えー、まあ、押し目買いというのも見られると。 いう状況です、えー、やっと5日、移動平均線をですね、えー、昨日、そして本日と上回ってくるという状況で、まあ、200日移動平均線自体もずっとこれはこう右肩上がりとなっておりますので、えー、まあ、ここの下の水準でいるというのもまあ短期の間であれば問題はないとは思うんですが、えー、そろそろ、ここを上抜けてくるというのも、えー、待たれるという展開です。 週足のチャートを見ていただくと先週まで,です、ね、陰線を5本続けて引いてしまっています。5週連続、陰線というのは昨年から見てもそうそうない下落局面というところでしたので今週はです、ね、このように6週ぶりに陽線を引くというところになりました。 えーまあ、先週末と比較しますと日経平均でいうと536円の上昇、えー、対してトピックスの方はですね28ポイントの上昇となっておりまして、えー、今週に限っては日経平均が優位な展開となりましたした、えー、いまして NT 倍率の方は14.41倍、えー、再び上昇局面となっております 当落レシオの方は85.76%、まあ、若干の下落というところですね。えーまあ、チャートはこういう形になっておりまして、えーまあ、来週のですね、えー、展望を、えーまあ、占ってみますと、まあ、本日の夜にですね、えー、控えておりますアメリカの雇用統計、えーまあ、ここを挟みまして えーまあ、オリンピック対応というところで日本の方は3連休となります、えーまあ、読みづらい展開となっておりますので、まあ、ここ、まあ、週明け3連休明けでスタートここも、えー、注目されるようなところですね特にアメリカ市場の方はですね、えー、高値を更新しておりますので、まあ、SP500、えー、それとですねナスダックの方もですね連日の最高値更新となっております。 ただですねここに来て日本市場の方を若干こう修正する動きというのも海外投資家の方では出ておりまして特にですねアメリカのゴールドマンサックスまあ7月末に今後3ヶ月の日本株見通しというのが出ておりましてこれを強気に引き上げておりますそれとアメリカのブラックロックこれもですね中立にウェイトを戻すというところからして、まあ アメリカ株がですね高値警戒感というのが徐々にこう出てきているというところで比較しますとまあ出遅れが顕著な日本株ここへの見直し機運につながりつつあるというところが言えようかと思いますまあ基本的にはですね透明した値を固める展開というのが続いてこようかと思われます。 まあこういうところから見て、えー、来週注目される銘柄を今回二銘柄ご用意いたしました。えー、まず一銘柄目がこちらですね、えー。性能ホールディングス。えー、証券コード九ゼロ七六です。えー、まあ三連休明け八、えー、月の十日にですね四六、えー、月期決算発表を控えております。えー、こちら P E R は十一点九倍。 まあ同業大手5社の中で1基は低くなっておりまして、PBR は0.6倍、まあかなり超割安ですね。まあこの低 PBR のメリットとして言われておりますのが、まあ資本政策としての自社株買い。まあ大和証券の方ではですね、7月6日付のストラテジーレポートの方でも、まあ自社株買いが期待できる銘柄としてスクリーニングで上げておりました。 まあえー、とあとこの銘柄はです、ね、決算発表日は買いという得意銘柄になっておりまして決算発表日の翌日以降の上昇率、まあ、上昇確率が高い銘柄として、えー、特色を備えております、まあ、それとです、ね、6月1日に、えー、ドローンの機体設計のエアロネクストここにです、ね、自立制御システム研究所と共同で資本参加を発表しております。 山梨県小菅村でドローンを使った配送サービスの実証実験を4月から始めておりまして、ま来年度に予定されております規制緩和を機にですね、ドローン配送の社会実装が進むと見込まれております。ま日経の方でもですね、社説の方で取り上げておりまして、ドローン配送この辺りに焦点がえまた目が向いてくると色々とこう蒸し返しされてメリットがある。 こちらの性能注目されようかと思われます。続きましては、えー、こちら、えー、小池酸素工業。えー、これは二分の株になります。えー、証券コード六一三七ですね、えー。まあ昨今ですね、やはりどうしてもこう気になるのがコロナの感染拡大というところですが、まあ政府の方はですね、えー、医療提供体制についてまあ重症患者ですとか重症化リスク まあ、ここの高い人以外の感染者については在宅療養を基本方針としております。えー、特にパルスオキシメーター、まあ、これを配布して、まあ、身近な地域の診療所がまあ往診ですとかオンライン診療によってです、ね、患者の状況を把握できるようにするというところから注目される流れになっています。えー、小小池池酸素工業はです、ね、グルループ会社の小池メディカル こちらで酸素濃縮装置ですとかあとはパルスオキシメーターを手掛けております、えー、まあ、関連銘柄として注目できるというところです、えー、まあ、同じ在宅医療関連として、えー、物色されております、えー、銘柄がありますね星医療産機ですとか福田電子まあ、こういったものに比べましてですね値寝頃感がありましてまあ、短期資金を集めやすい銘柄とも言えます えまあコロナ禍の影響でまあ全体的に業績の方というのはどうしてもこう難聴になっておりますけれどもこ,のこちらのですね高圧ガス事業、医療分野でコロナ関連製品の売り上げが好調でして前3月期はですね47%増益今期も31%増益とえ実態面も良好になっております。来週はですねえオリンピック対応からの3連休明けと いうところでスタートです、えー、今夜発表されます、えー、アメリカの雇用統計ここにも注目が集まる展開です、えー、まあ三連休明けのマーケット注目されます、えー、8月マーケット、えー、要注目というところです以上 NSC ヘッドラインでした